はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。はっちゃん様、人生に乾杯様、ご支援ありがとうございました。人生に乾杯様はですね、昨日に引き続き今日は金券で、ご支援いただいちゃいまして誠に恐縮でございます。ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。お手紙や物品のご支援はこちらまでよろしくお願いします。170005、東京都豊島区南大塚 2-11-10、3階くつざわ領事、070-2677-8910まで。申し訳ありませんが、生鮮食品などはご遠慮ください。生き物とか生き物を送ってこられるとちょっと、非常に困ります。YouTube で見かけたですね、イエアメガエルというカエルがおりまして、なんか可愛いし、懐くし、飼いたいなーって一瞬思ったんですが、調べたら寿命が15年程度っていうことで断念しました。私の方が先に死んじゃうかもしれないですもんね。肺がんやってるもんで、可愛いんですけどね。ひろゆき VS 求心続報、琉球新報のことであります。昨日ですね、ひろゆきが取材の様子生放送すっけどいいって言ったら、それはちょっとつって琉球新報の方で逃げた、取材を逃げたっていう、話の続報であります。琉球新報、他メディアで本誌記者のインタビューが配信されることの是非を検討したが結論が出せず取材中止したと発表しておりました。つまりですね、生放送していいもんかどうかわからなかった、中止した、というようなことですかね。ネットの反応です。涙目闘争、自分から申し込んだのに、恥ずかしいですね、本当にね。琉球新聞、捏造する気満々で草、密室の取材じゃないと逃げるとか、そういうのいいからごめんなさいわ。取材を配信するとなんか問題あんの？都合よく切り取って記事にできないじゃん。あることないこと言えなくなるから、いつもの捏造が使えないんじゃダメってことだろ。切り取り捏造を封じるなんて卑怯だぞ、というようなんですね。本誌記者のインタビューが他のメディアで流れることの是非、こんなことを堂々と理由にしてる時点でだいぶずれてますよね。見られちゃ恥ずかしい、取材すんのかお前ら、って言ってるようなもんですよね。見られてはまずいんで、取材の現場を、言ってるも同然ですよね。だいぶずれてんな、こんなことを堂々と言ってね。こいつら恥知らず、もしくは日本語の違いは底知れないな。琉球新報の部数は171,650部、押し紙込みで、だから実数は13万部とかそんな感じしかないと思いますけども、フォロワー210万人のひろゆき、さんの方がスピーカーがでかいですね。大声出せますね。論より大声、嫌がらせ、最後は暴力っていうことで、大声を重視する左翼連中はですね、自分より大声の存在と争うことを避けたんですよね、これ多分。なんて卑しい奴らだろう、思いますけれども、逃亡しながら勝ち宣言っていうのもありますんで、こういうつもりで、勝ち宣言のつもりで、こう発表したかもしれませんけど、勝ち宣言になってませんよね。本誌の記者の取材が他に漏れるとまずいんで、言ってんだから、お前らどんだけ恥ずかしいこと言ってるか自覚しろ。誰にも言われないのそれ悲しいねつ感じですかね。 NHK 調査、防衛費増額に賛成 55%、 反対 29%、 財源については他を削るが 61% で最も多かったでありました。ネットの反応です。左翼が絶対認めたくない数字、軍備増強せにはウクライナみたいな目に遭うぞ、予算増えたらちゃんと自衛官の待遇改善しろよ、他のどの予算を削るかも聞かないと、景気良くすれば税収も増えるぞ、戦時国債発行でいいだろ、それより自衛官のなり手がいない現状が問題、待遇改善しろ、若者がねいないからね、私らみたいなおっさん、もう喜んで志願するしかねえのかな、思ったりなんかしてね。55% が賛成か、ロシア暴発と
小池晃のですね、9条じゃ平和は守れないですよ、そんなこと一回も言ったことないってテレビ番組でぶっちゃけたことが聞いてんのかな。まあ思ったより多いんでね、まあ改憲に賛成するのと人と同じぐらいのパーセントだと思いますね。それ以来共産党はですね、小池がぶっちゃけた以来、共産党はですね、9条を生かした外交で戦争開始切りって言うことを変えましたけれども、9条外交って何？ 9条って日本にしかないけど外国に影響せんでしょ、外国に9条を守らせんの？どうやって？っていう問いには一切答えませんね。まあ自分らでもどうやったらいいかわかんねえなと思いますけど、綺麗事だけ言ってね、前回参院選の共産党の比例票は362万票でした、支持率上昇は諦めて9条外交切りで騙されてるこの362万人を死守できればいいっていうふうに思ってんだろうなって思いますけれども、でしょうけれども彼らにも寿命あるんですよ。いつまでも362万票確保はできねえよ。次また減らすよね。男女共同参画費10兆円を丸々削って防衛費に回せば解決です。何に使われてるか全然わかんねえし。これですね、からくりがありまして、国も予算取ってますね。男女共同参画のために。あらゆる全ての事業にちょっとずつこれ入ってんですよ。国家予算、県の予算、都の予算、市の予算、区の予算、それら全ての事業に、全部の事業にちょっとずつ、男女共同参画のためにつって、紛れ込ましてあるの。ちょっとずつちょっとずつちょっとずつで、トータルが10兆円って言われてんですけれども、これ丸々削ったらよがんべ、効果があるように見えねえし、何に使われてるか全然わかんねえしね、つべこべつべこべ言えついたら、国家あっての男女同権だぞ、ウクライナ見たくなったら男女平等もクソもねえだろって怒鳴って黙らせると、論より大声の左翼には大声が聞きますよ、大声、あいつらなんかね、論理じゃなくて感情で生きてますから、防衛費を増やすためにはむしろ減税した方がええんですよ、消費税を段階的に減税していずれ廃止すれば、日本は空前の好景気に突入します、そうするとね、総税収もアップします、今までね、消費税率上げるたびに総税収はガグンと落ちたんだろ、したら逆やったら逆のことを言うでしょう、消費税率を下げれば総税収は上がる、景気良くなって、100% 収奪 100% 配布を目指すですね、中チェ思想の財務省、北朝鮮みてえにしてんだよあいつら、北朝鮮の将軍みたいに振る舞いてんだあいつらね、財務省、は税率上げることしか目指してないけども、税率下げて税収上げた方が賢いんだぞと、お前らの小山のも実質税負担率 48.1% の重税で絶賛苦しんでんのに、今も、東大出てても救いようのないバカとしか思えないんですよね私、増税、っていうか税率上げること、血まなごになってる財務省の官僚どもが本当にねバカに見える、なめくじのように見えます、上手に税収上げて日本は建国以来敵国とみなしてる韓国も軍事費増やすしかなくなりますね、日本が軍事費増やせばね、出雲が羨ましくて北朝鮮と戦うのに全然必要ない、どっちも大陸国家っていうか、地上戦がメインになるって、想定されてるのに空母なんか全然必要ねえのに、空母作る計画立てちゃったぐらいし、出雲が羨ましくて羨ましくて、レーガン大統領スターウォーズ計画、衛星からのレーザーで敵基地を撃破する、防衛予算は何兆ドルっつってですね積み上げたんですよ、ポーカーの賭け金を積み上げるみたいにね、ゴルバチョフ、ヌヌヌ、
軍事費増やさないと、経済破綻、ソ連崩壊、1991年と、まあうまく言えばですね、あの島根県竹島を軍事侵略中の敵国韓国を崩壊させられますね。日本があの軍事費、増やせばね、国体が変われば、大韓民国がなくなって次の国になればですね、そいつらの統治の正当性は現在の日本兵は悪かった、それと戦った俺らがここを治めるっていうのからですね、全政府は悪かった、我々がそれを倒しました、なので我々が統治しますに変化する、それはそれであの日本と日本人の利益になると思うんですけれども、建国以来反日やめねえ国勢の、国が近くにずっとあるよりはね、ポスト7記事、台湾有事の際には国内の中国工作機関が戦争反対デモを仕掛けたり、台湾批判を SNS 上に書き込んだり、日本人を拘束するだろう、そんなの今でもやってんじゃんと話題になっておりました。ネットの反応です。国葬上メロ界隈、いやー、日本語読めねえね、今もやってるでしょうが、日常的にもうやってるじゃないのよ。スパイの好きにさせないようにマイナカードの一元化は絶対必要。ウクライナにも降伏しろ抜かすアホがいるぐらいだし、台湾降伏しろいうやつは必ず出てくるだろう。入管頑張れ台湾沿岸のシーレン取られたらやばいぞ、沖縄でやってることが全国規模で起こるだけやろう、いうことで、10月20日昨日ですか、中核派本部前進者がある杉並区で、洞口っていう区議会議員もいる杉並区で、改憲戦争の岸田を倒せ、日米による中国侵略を許すなどの口が言ってんの、っていうデモがあったそうですね、何人か集まってますけども、夜やってますね、珍しい、全学連って上り見えますけど、いつまで学生やってんだよ、50回ぐらい留年したのかよっていう人が上り持ってます、こいつらまるっと、中国共産党のまあ工作機関でしょうね、日米による中国侵略を許すなは中核派のスローガンだそうで、台湾有事でなくても盛んにやってるってね、工作ね、幸い騙されて参加する人はおらず減り続けてるようですけど、最近聞きませんけど、ロシアはウクライナのネオナチを退治に行った正義って騙されて声がでかい人いたな、ちょっと前にはな、こういったあの何度でも騙されて、台湾有事の時にはですね、人民軍は台湾のネオナチを退治に行った正義、台湾は犠牲が増える前に降伏しろって言うんだろうな、救えないよな。鈴木宗男とかがロシアのスパイが言ってたみたいなことを言うんだろうな、もし台湾になんかあったらね、ってあのがっかりしておりますけれども、パリ大学セベリン・サビア先生、50歳以上は5時間以上寝ないとあかんよ、調査結果を発表しておりました。記事要約であります。がん、糖尿、脳疾患、心疾患、肺疾患、肝疾患、腎疾患、うつ、認知症、それ以外の精神疾患、パーキンソン病、関節疾患、リウマチの13種のうち2つ以上を持っていることを多疾患併存とする。50歳以上で、の人はあの数千人を調査しました。睡眠時間5時間の人は7時間の人より多疾患併発率が 40% 高かった。つまりあの不健康、 40% 不健康、寝ないと、ついでに50歳以上の人の睡眠時間も調査したそうであります。5時間以下が 6.9%、 6時間程度は 32.6%、 7時間程度 45.6%、 8時間程度 13.9%、 9時間以上 1%、これはあの50歳以上の人を
まあ、70とか80の人も調べたんでしょうから、1% の9時間以上って人はなんか具合が悪くて寝てんじゃないのかなってちょっとだけ思いましたけども、靴座の玉に突っかれちゃって 1% の人になります。9時間も10時間も寝てしまうことがたまにあります。普段は 45.6% に入ってるんですけどね。他にもですね、思考で生産されるベータアミロイドって物質があるね、睡眠中に洗浄除去されるんで、脳に溜まっちゃうベータアミロイドで、寝ることによってそれがガー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 洗浄されるって言うんですけど、ショートスリッパーはこの洗浄が足りずにアミロイド蓄積でアルツハイマーになるっていうことが分かってきております。アルツハイマーになってしまった有名人、レーガン大統領、サッチャー首相、ハロルド・ウィルソンっていうイギリスの首相、グレン・キャンベル歌手、ジーン・ワルダー俳優、チャールストン・ヘストン俳優などなど、遺伝もあるって言われてますけど、アルツハイマーは、睡眠時間が短かったんでしょうかね。レーガンさんとかサッチャーさんとかね、大統領や首相も大変ですな。キッシーは聞いてばっかで、検討ばっかで、夜はぐっすりとよく寝て8時間も9時間も全然大変そうに見えませんけどね。というわけで、メール党員さん、地球支部長さん、女性も歓迎、募集しております。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。